皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回は松永製作所さんにお邪魔しています。これから工場見学をしてくるので、めっちゃ楽しみです。じゃあレッツゴー。いざ侵入。入り口には映画、ドラマで使用された車椅子が飾られていました。こちらは車椅子に使用される資材です。一台一台手作業で溶接していきます。組み立て、点検も一台一台行っています。結局一個一個形が違うから機械ができないんですよ。今はこの最終の検査をやっています。私が乗っている車椅子の設計担当の方ともお話できました。病院にあるような車椅子と違って、一人一人に合わせた自分の体の一部としてよりよく乗れるように多くの人の手で作り上げてくれていました。ありがとうございます。いかがでしたか？私はこの工場見学を通してもっともっと車椅子のことを知りたいと思いましたし、もっともっと車椅子を大切に乗ろうと思いました。